ファイターズの先発は上原でした。万波とホームランキング争いをしているポランコ、ファーストゴロ、谷内がこの2回をファーストを守っていました。いやー、素晴らしい動きでしたね、これもね。そうですね。さあ、そして2回の裏、ファイターズ2アウトランナー2塁、チャンスで谷内に打席が巡ってきました。昨年ね、4割を超える得点圏打率残してますのでね、さすがチャンスには強いですよね。そうですね。なんと引退試合の谷内が先制のタイムリーヒット、1対0ファイターズが先制します。そして3回です。マリーンズはワンアウトランナー3塁、チャンスを作ってバッター1番のブロッソー、このレフトへのフライ、これも浅かったんですけどね、和田選手の足がね、速かったですね。そうですね。レフトの野村もいい返球を見せたんですが、和田の足が勝りました。そして5回に入ります。谷内がライトの守備に一旦ついて、一つアウトを取ったところで退きました。まあ、内野も、そして最後内野までね、内野まで守りましたね。大きな温かい拍手に包まれて、最後は新庄監督と抱擁した谷内選手。さあ、そしてその後ワンアウトランナー二塁三塁で、和田のライトへの2点勝ち越しタイムリー。今日は和田選手が、ね、キーになりましたね。そうですね、素晴らしい活躍でしたよね。これで3対1、さらには2アウトランナー三塁で石川慎吾。この1点が、ね、大きかったですね。そうですね。これで4対1となりました。連敗中のマリーンズ、勝利を手繰り寄せます。そして CM8 回です。ファイターズは4番手のカード、ポランコの第4打席。いや、ここはさすがでしたね。いや、このカットボールもね、キレッキレでしたよね。ポランコは今日はホームランは出ませんでした。そして8回の裏、ファイターズはワンアウトランナー1塁、万波の第4打席、ホームランとはなりませんでしたが、センターの綺麗なヒットでしたね。今のね、厳しいボールだったんですけど、しっかりと弾き返しましたね。はい、状態は良さそうですね。これでチャンスを拡大して、バッターマルティネス、ただここは空振りの三振。ただその前に野村の内野ゴロの間に1点をファイターズが返します。そして9回には増田がマウンドに上がりまして、通算700試合目の登板。いや、ここはちょっと力でねじ伏せられた感じがありました。そうですね、ストレートが強かったですよね。そうですね。ファイターズはこの谷内の引退試合を勝利で飾ることはできませんでした。マスター700試合登板、三者連続三者。エスコンフィールド北海道にお越しのマリーンズファンの皆さん、テレビ、ラジオ、インターネット放送で応援されているマリーンズファンの皆さん、今日のヒーローは通算700試合登板、増田投手です。まずは連敗していたチームです。今日はどんな思いで9回のマウンド上がったんですか？勝つことだけ、それだけです。試合終了、最後の瞬間はグラゴポーンと叩く、少し感情をあらわにしたように、そんな風にも見えたんですが、いかがでしたか？負けてたので、その中でも、たくさんの、ファンの方の応援があったので、僕たちも悔しかったですし、あそこはやっぱり感情が少し出てしまいました。そして今ボードもお持ちいただいていますが、連名表彰もありました。今日の登板で史上18人目、プロ通算700試合登板になりました。そのことに関してはいかがですか？はい、たくさん、使っていただいた、監督コーチに、本当感謝したいと思いますし、支えてくれている、チームメイトやスタッフの皆さん、ファンの皆さんに本当に感謝したいなと思います。増田投手、ただプロ12年目での700試合登板というのは史上最速です。今おーというマリーンズファンの皆さんからの歓声もありましたが、その部分についてはいかがでしょうか？はい、史上最速っていうのは本当にこれは嬉しいことだなと
思います、でもまだまだ厳しい戦いが続くのでまずはそこに集中して、今日は今日で、明日に向けてまた準備して頑張っていきたいなと思います。今ご自身からまだまだという言葉もありましたがまだまだ2位を目指せる位置にいます。エスコンフィールド北海道にお越しのマリンズファンの皆さん、そして千葉を中心とした全国のマリンズファンの皆さんに向けて一言お願いします。はい、残り試合、一緒に戦ってください。応援よろしくお願いします。今日のヒーローは見事プロ通算700試合登板増田投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。プロ通算700試合登板、史上最速での700試合登板ということで、鶴岡さん、いやー素晴らしいですよね。12年目で700試合ですからね、まあでもその数字でもね、はい、淡々と今のヒーローインタビューを答えてましたけど、やはりまだね彼にとって通過点だなと感じますし、やはりこう今ねこうクライマックスを争っているチーム状況をしっかりこうチームを代表としてなんか落ち着いて冷静に判断しているなと感じがありましたね。そうですね、今日は今日また明日に向けてという言葉もありました。マリーンズファンから大きな拍手が送られます。さあ700試合のボードを手に、今記念撮影が行われているところです。さあということで今日は八千選手の引退試合でファイターズとしてはね勝利でね飾りたかった試合ではあったんですけどね。いやそうですよね、こう八千選手が、ね、タイムリー打つところまで良かった。